僕はもう2008年の頃から、まあ、パワーメーターを使用してトレーニングを、えー、っとしているんですけれどもやはり、まあ、それ以前のトレーニングに比べてパワーメーターを使用したトレーニングっていうのは、えー、っと明らかに効果が出やすすいいとは思います今回、えー、っと僕らがやっている、えー、パワーメーターを使ったトレーニングを紹介させていただいて、えー、っとより上の順位や勝利を目指してあの結果が出せるようにしていただけたらと思います。 ローラーラで,ですねあの実際に外で走るよりも多分体感的に1割か2割ぐらいきつく思うと思いますので初、えーまあ、めは若干やはり、まあ、さっきもお伝えしたようなちょっと低めの負荷で踏み始めて、まあ、また出せるなとか、まあ、実装と同じぐらい出せるなっていうのを少しずつあの感じながら、まあ、上げていってもらえればいいかなと思います後ろから思い切りを踏んだ時に踏み込みやすい っていうのがまあ僕の中の感覚にあってこの方が僕みたいな体格の選手は走りやすいんじゃないかなというふうに思いますえーとまあエースよりそういう地足というものに優れている方だったらもうきつい展開にはなってしまいますけれども自分も初めから逃げ続けてとにかくえっと自分が先行している状態から勝負するすけどまず僕は経験数低く。 踏んでますね。ええー、と。まあ、これはまあ早い回転数よりも僕の体重とかを考えるとですね。まあ、こういう1回のえっと入力を大きく振るっていう方が、地獄的に高速を維持できる走り方になります。で、エアロフォームはえっ、ー、とこのようにして。はい、走るんですけれども。まあ、コーナーではちゃんとブラケットを持ってください。で、この時はなるべく肩を低くして。 風の抵抗を少なくするように、多少加速力は鈍ってでもですねサ、えー、ドルの後方にしっかり座って腰を増えて、えー、と足をストロークさせていく緩い上りのスプリントなんですけれども姿勢ををできる限り低くくししててて踏みつけていくっていっうのすすごいイメージしますね。まあ、特にこういうちょっと勾配があるところだと最後回りきって終わってスピードが乗らないことがあるので若干重めのギアで進んでいくっていうのが一番スプリント練習としてはいいかなと思いますね。